店の名前が今回は特別にジャッドです。いつもは出店、あ、出店っていうかどこかにお店があるんですか？いえ、今回ね、このフリーペーパーを作った仲間、ワークショップでジャッドを編集して、その仲間で、はい、この紙面に載ってる、はい、テーマのものを出店しました。なのでお店ないの。へえ。これはなんでさつま揚げを作られたんですか？さつま揚げのページがあって、レシピも載ってて、だからあの作ってみるがあってなって。すごい。お料理のことを今回取り上げたんです。へえ。あ、読ませてもらいます。あ、ぜひ。さつま揚げの魅力は？突き揚げの魅力。突き揚げって言うんですね。さつま揚げじゃなくて突き揚げ。いつでもなぜかそこにあるみたいな。へー。郷土料理、代表的な郷土料理なんだけど、まあ、いつものじゃなくて現代版にアレンジしたらどうなるかなっていう記事を書いたから、実際に作ってみようっていうことで。ありがとうございます。このイベントではどんな感じでしたか？イベントではやっぱジャッドを読んでくれて、はい、買いに来てくれた人、へー、あとは県外からのお客様が漬け揚げって何ってさつま揚げのことなんだけど聞いてくれて、食べて美味しいって言ってなるほど、面白い、ありがとうございます。あげる。どうぞ。ありがとうございます。